海のまんまる笑顔。みんな海に行ったことある？ないな。海は好きかな？好きな。その海に今困ったことが起きてるんだって。みんなお寿司は好き？好き。好きだよね。おいしいもんね。でも想像してみて、お寿司の上に魚がなくて白いご飯だけだったら。みんなは砂浜で遊んだことある？ある。楽しいよね。砂山を作ったり、波を追いかけたり、生き物を探したり。でも想像してみて、砂浜がゴミだらけで裸足で歩いたり寝っ転がったりできないの。想像してみて、海が汚れてしまって魚や海の仲間もいなくなっちゃった。海はどうなってしまうの？じゃーん、みんなこんにちは。僕デメちゃん。いつもは海の深いところに住んでいて、海やみんなを見ているんだよ。今日は今、海がとっても困っていることをみんなに知ってもらいたくてここにやってきたんだ。昔の海は魚や生き物がたくさんいて、それはそれは綺麗で楽しいところだったんだよ。人間のお友達もたくさん遊びに来ていた。でもね、だんだん人間のお友達が来なくなっちゃったの。とっても寂しい。最近は人間のせいで地球がおかしくなってきて、お魚や生き物の数も減って、海は元気がなくなってきちゃった。ゴミも増えて、このままだと魚の数よりゴミが多くなっちゃう日が来るんだって。どうしてそんなにゴミが増えたのかな？みんなゴミ捨てたい。それはね、みんながお家で出すゴミがすごく増えて溢れちゃってるんだ。その溢れたゴミは川を流れて海に行ってしまうんだ。だから海にゴミが増える。みんなが住んでいるところと海は実はつながっているんだよ。人間の友達も遊びに来なくなって、ゴミも増えて、海の生き物も減って、今海はとっても困っているんだ。みんなで海を助けよう。どうすれば助けることができる？ゴミを捨てる。捨てる。ゴミを捨てる。みんながすぐできることってなんだろう？みんなで海に遊びに行こう。お家の人に連れて行ってもらおう。お友達も誘おう。海で泳いだり、波で遊んで、砂浜で山を作ったり、川を作ったり、生き物を探してみよう。そしてゴミがあったら拾おう。海も元気になる。海が元気になったら魚やその仲間も増えるよ。そうしたら海が元気になれば魚も生き物も友達もいっぱい。楽しいよね。そしてお寿司も。君が海を好きになれば、海も君を好きになる。海もまんまるピカピカ笑顔に、君もまんまるピカピカ笑顔に。さあ海にレッツゴー。おしまい。